パッ、はい、おー、どうも料理のお兄さんリュウジです。ということですね、皆さん見てください、このウーロン茶の量。これですね、まあ、ツイッター見ていただいてる方はやれたかもしれないんですけど、サントリーさんがですね、前にお仕事させていただいたことがありまして、その時にですね、今回お世話になったのでウーロン茶送らせていただきますって言われてですね、10ケース送りますからって言われて、さすがに冗談だと思ったんですけど、10ケースって向こうも冗談だったつもりだったらしいんですけど、担当者の手違いで10ケース送られてきちゃったらしくてですね、なんですかね、ドン引きしたんですけども、あと玄関見えなくなったぐらいの段ボール量だったんで。でもそのことを話したらですね、お仕事に発展していただきまして、ウーロン茶10ケースって240本なんですよ。240本使い切るまでレシピ考えてくださいっていう無茶ぶりをされまして、結構頑張ってるんですけども、ウーロン茶でそんなレシピ作れないんですよね。そんなにいっぱい。なのでですね、今回は僕の料理仲間のお二人にですね、助っ人に来ていただきまして、びっくりすると思います。じゃあですね、紹介させていただきます。こちらのお二人でございます。お願いします。お願いします。お邪魔します。お邪魔します。来ていただいてありがとうございます。すごい絵だと思いませんか。料理仲間の休日カットチョコとアジアンカンフジェネレーションのドラムの石井清さんです。はい、どうもです。お願いします。お願いします。お酒飲んだことはあるんですけどね、実は料理を見たことなくて。あー、そうですね。そうそうそう、今日はですね、お二人の料理が見れるということですね。僕もめちゃめちゃワクワクしてるんですけども、今回は休日課長と、はい、はい、させていただきます。はい、今日休日課長は何を作って。今日はですね、好きな人に食べさせたい、はい、ウーロン茶を使った、はい、ドライカレー。ドライカレー、はい、ウーロン茶を使ってですか。はい、これはめちゃめちゃ楽しみですね。キヨさんは次回ということで、はいはいはい、今回はキヨズ課長に女の子に食べさせたい。そうですね、はい、好きな女、あの子に、あの子に、あの子に。じゃあ分かりました。じゃあそのタイトルでいきましょう。あの子に食べさせたいドライカレーでいいですか。そうですね、はい、じゃあそれで年齢ありがとうございます。ちょっと楽しみですね。はい、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、それでは材料を紹介していきましょう。材料ですけども、カレー粉とコンソメ、塩、そしてツナ缶を今回使います。で、ご飯に一緒に入れて、このね、ウーロン茶入れて炊き込むような感じになるんですけども、ウーロン茶で炊き込むんですね。その理由は後ほど説明するんですけども、そして最後にまあこうネギとか、チーズでこうちょっと最後ね、ホワイトクリスマスみたいな感じで雪ちょっと降らしたりして、でバジル振ったりとかして、ロマンチック、でもロマンチック結構これ簡単、めちゃくちゃ簡単なんですけど、最後こうちょっとおしゃれにすることによって、あの子に食べさせたいということで、はい、進めていきたいと思います。それでは作っていきましょう。ウーロン茶ね、この今日の主役ですけど、でこう2合分ね、普通に先に入れちゃうんだ。入れてっていうのはその分量が分かりやすいっていうだけなんですけど、これまあ残りは飲んだりしてね。あの子今何してんのかなとか思いながらね、飲んでくださいね。カレー粉を、入れてます。小さじ2です。コンソメ小さじ1、塩、ちょっと多めですね、小さじ1/2、ツナ缶、ツナ缶油もうね一緒に、油も一緒に、はい、はい、1缶丸ごとですね。はい、まあ、そこにやっぱこの油が入った方がですね、結構仕上がりがいい感じのコクのある味になります。で、このウーロン茶使っているのが、ウーロン茶の方がこうちょっと締まるというかですね、キリッと締まるんで、やっぱウーロン茶でやるっていうのは今回ミスをなってます。最近の女性はやっぱりこうね、割とこうさっぱりした感じの方が好きじゃないですか。ということで、そうなんですか、うん、やっぱりこってりよりちょっとこう健康志向っていうか、さっぱり味の方が好きな人が多いので、まあ、やっぱりこう今回ね、このウーロン茶で、ね、ポリフェノールたっぷりですから炊き込んでいきたいと思います。まあ軽くね混ぜます。で、こうまあ軽くね混ぜます。ここで軽く混ぜるんですね。はい、すごい見た目今すごい悪いですけど、最後ね盛り付けて包丁使わない感じですか。ネギがね、最後トッピングするんですけど、うん、切れてるやつを買えば、はい、包丁いらずということで、まあ、とても手軽にできるような内容になってますよ。素晴らしい。普通に炊けばいいので。
声で炊いていきたいと思います。はい、君のために炊き上がりましたよ。こちらに今できてます。中はどうなってるんでしょうか。じゃあオープンします。カパッ。はい、もうこんな感じです今。はい、湯気で、美味しさの湯気でもう何も見えません。君の姿が何も見えません。ちょっと軽くかき混ぜて5枚4つ切って、で、こうちょっとこのカレーこう下にこう分かりますかね、こうちょっとパリッと焦げ目みたいなのが若干つくんですよ。焦げっぽくなるんですよ。これがね、やっぱこうカレー粉入れて炊くとこういう感じに、で、軽くこうかき混ぜて、はい、いきます。いい感じでおこげが、で、こうね、ツナ缶がちょっと想像を超えてくるんですよ。あの、いい仕事するんですよね。で、もうちょっとツナ多めでね、これちょっとあの、女の子好きそうな感じのなんか、おしゃれな感じで、ちょっとその上側にこうちょっとパリッとした部分ね、パセリ、この乾燥したやつですね、こうパラパラっと、ネギはね、ちょっとこんもり、これネギじゃなくても、うん、枝豆とか冷凍の、あ、それ美味しそうですね。それもね、美味しいんですよ。雪を降らしましょう。ロマンチックな、ロマンチックな感じ。あ、ほら、雪が、ほら変わるね、これ、あの子に食べさせたい。ウーロンドライカレー完成です。イエイ。はい、それではですね、はい、課長ありがとうございます。そうございます、ありがとうございます、はい、こちらこそ。ちょっとこのチャンネルで僕以外の料理を食べるのは多分初めて、ね、いや、かなりの緊張感ありますね、これ。はい、じゃあちょっとウーロン茶の消費に、はい、コミュニケーションいただいて乾杯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 うまいですね。美味しい。僕からじゃあ、僕からよろしいですか。大将お願いします。いただきます。いただきます。いただきます。お願いします。うん、めっちゃうまい。本当ですか。大丈夫ですか。気使ってないですか。めっちゃうまいです。気使ってないですか。本当ですか。気使ってないです。ですね、すごいパラパラな感じですか、なんかね。そうですよ、ね、やっぱりそう、粉が多い。うん、やっぱりウーロン茶じゃないですか。あ、ウーロン茶ですね。香りがすごくいいですね、すごくね。米粒が、ね、すごく立ってますね、これね。ちょっとピラフっぽいところもありますね。そうですね、割と近いかもしれないです。はい、味付けはちょっと塩、はい、もうちょい足しても好きな人は好きだと思います。追い粉チーズとかしても、そうですね、バッチリバッチリ。ありがとうございます。はい、お願いします。先輩でもいただいちゃったもんね。めっちゃうまい、いただいちゃったもんね。やっぱこれネギと一緒に、あ、ネギと一緒に、はい、ぜひぜひ。いただきます。お願いします。優しさがあるね。あ、よかった。うまい、うん、後からこのカレーの風味が来るね。そうですね。ツナ缶がまた、うん、入ってることで、あ、これ美味しい、うん、あと、まあ僕が、はい、あのすごいなと思うのは、もう工程がほとんどないっていう、そうですね、いうところがすごいいいなと思いますね。混ぜて炊くだけ、はいはい、ね、ウーロン茶とこう食べたいですもんね。うん、スワルマン茶です。すみません、あの子に食べさせたいのに僕らが食べてしまって申し訳ないので。いや、嬉しいな、こう食べていただいて。じゃあいただきます。これこれ。ちょっと泣きそうになってるから。あ、思い出したね。はい、あの子を思い出しました今。うん、ああ、美味しい。ちょっとしょっぱくなかったですか、ウーロン茶。ウーロン茶がね、ちゃんと現実を見なさいってことで、キリッとした味わいで。今回、ウーロン茶、はい、4本から飲んでいただいて、そうですね、はい、消費に手伝っていただいて、はい、ありがとうございます。もう本当にこのドライカレー、はい、めちゃめちゃ簡単でですね、まあ、これめっちゃ美味しいので、僕の顔を思い出しながら、なんで大切な人を思い浮かべながらこれ食べてみてほしいですし、大切な人のために作ってあげるといいかななんて思います。ぜひ作ってみてください。今回のウーロン茶レシピ美味しそうだなとかですね、食べてみたいなと思っていただいた方は、高評価およびチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram やってますので、もしよかったらフォローしてみてください。
ぜひお願いします。お願いします。課長もう同じく、変なツイッターとインスタグラムやってますんで、ぜひ、フォローしてみてください。じゃあよろしくお願いします。お願いします。